はい、皆さん、ワドツです。今日はですね、2018年の6月の4日かな、4日の8時、20時23分です。よろしくお願いします。どうも、今ミーティングが終わったところです。おい、みーすけ、ワドツ、今から歩いて帰ります。全身ボロボロで首が痛いし頭痛が止まんないですね。渡辺さん、いらっしゃい。どうも。ミーティング終わりました。俺何時に来たっけ。3時間か、3時間半ぐらいか。いや、面白かったっすね。いい動画ができてますよ。いい動画が、ちょっとまだわかんないんだけどね、あさって公開ぐらいになりそうかな。あさって公開ぐらいかな。みんな、歩き多幸さんのチャンネル登録よろしくね、よろしくね。ダンカン塾の YouTube チャンネル登録してね。俺のチャンネル登録も忘れなく。いい企画にしましょう。登録者ある？さすが。ワドリスはね、さすがだね。結構面白いコンテンツにはなるね。よかったよ、すごく。配信者はいいサプライズになるんじゃないかな。いいネタになると思う。ちょっと鼻も打たれてるね。鼻が痛い。軟骨がね、ちょっとずれたっぽいね。で、僕はね、これから家に帰って、まあ、ロードワークをやらないといけないのと、ロードワークと、T シャツが明日入稿なんで、ちょっと T シャツを作りたいと思います。はい、メアリーラブ、お疲れ。メアリーラブ、お疲れ様。その辺気合い入れていきましょう。風船ありがとう。アイテムありがとう。ヒロさん、ありがとうね。はい、こんばんは。マラリアさん、いらっしゃい。ワドラじゃないよ。こんばんは。どうなるかね。おい、マキロワード2。はい、こんばんは、ナツさん。ちょっとハードスケジュールですけど、みんなで乗り越えていきましょう。配信者がね、各それぞれ、自分で、俺、歩くの昔からめちゃめちゃ速いの、めちゃくちゃ速いよ、歩くの。もう忍者って呼ばれてたから。なんかね、成田っていう街はね、駅まで歩いて30分40分かかるのよ。だから、まあ、学校通うのも最寄り駅に行くのもね、バーって歩くの早いんだよね。田舎の人は早い。ありがとう、マラリアさん、ハートありがとう。イエスさん、ハートありがとう。アイテムありがとうね。みんな早いよ、歩くの。田舎特有の現象だね。必ず言われる、歩くの早いって。今日はゆっくり歩いてる、筋肉痛だから。自分でも早いなと思うもん、歩くの。は
い、ワドツアンコロいらっしゃい。風船ありがとね、マイネ。体もね、ボロボロですよ。昨日ごめんね。全然ちょっとかっこ悪いところ見せちゃって。昨日はちょっとボロボロでした。ドレさんの枠ね。残り、ステボロまでにドレさんの練習会、チームドレの練習会が多分あと1回あるんで、そこで仕上げましょう。ありがとう、花火ありがとうありがとう、みーすけ、すげー助かる。富里のスイカここで1500円で売ってんだよな、買って帰ろうかな。富里のスイカどう思う？ここにね、富里のスイカ売ってんだよ。ちょっとこれは新しい発見、富里まで行かなくていい。ありがとう、助かるよ。みんなありがとね、アイテム。でもね、冷蔵庫に入らないからね。昨日はボロボロだったね。高画質で撮影して、意外とね、ドレさんもね、あの日高さんもね、褒めていただいたんだけど、俺の中ではね、結構そうトラウマが蘇ったっていうか、なんか前回の捨て頃みたいになっちゃったっていう記憶が蘇ったの。要は原因はもう分かってんのよ、昨日何回か見て。帰ったらあれだね、動画見ながら解説枠やろうか、格闘技の。あ、で簡単に言うと、スタミナが切れて足腰が立たなくなって体が流れて後ろ向いちゃってんのよ。だからバンバン殴られてんのね。え、要はね、あの体力、スタミナが切れるのが早いんだよね。おい、ロビーいらっしゃい、ワドツイン。結構大変だよ。タバコは今やめても意味ないし、タバコをねやめるっていうのはちょっとな。タバコやめた方がいいのかな。もう首がもうガッチャガチャ、むち打ち、交通事故の跡みたいになってるよ。昨日結構ね、首吹っ飛んでたからね。やっぱね、OPBF のね、あの2階級チャンプのテクニックは半端じゃなくて、パンチが見えないっていうプロボクサーの意味がよく分かったよ。で、フォームが綺麗でね、そのこれくらいの距離で、これくらいの距離で殴るの。モーションが小さいの、これくらい。だからね、すごかったよ、芸術的だった。フックもね、こっからこの距離、この距離だけで殴るの。だすごい速いの、フックが。いや、手で打ってないんだよね。疲れなくて、速くてコンパクトで、軌道が見えなくてインパクトがあるパンチ、それが全部来るの。ありがとう、メアリーラブ花火ありがとう、助かります、ありがとうね。ちょ、みんな頑張ろうね、マジで。俺本当にさ、企画でさ、全然稼げなくて、自枠ができなくて稼げなくて、本当収入的にも苦しいのよ今月。だけど本当に一生懸命やってるから、いろんなこと。匿名さんいらっしゃい、ワドツ。本当に今月は苦しいよ。4日連続4日のうち3日が赤字だから。でも絶対その今頑張ってれば未来ね、良くなるはずなんで。バカありがとう、パフェありがとう、マキルーありがとう、解放もありがとうね。でも絶対帰ってくるから、今頑張ってる部分は。
忙しい中でもね、先月稼いでるから大丈夫っていうのはないよ、うん、ないないない。3年前稼いでたからお前今仕事しなくても大丈夫だろうとは思わないよ俺は。毎日稼いでいかないと配信者は。ありがとうニャコ、こんばんは。いや苦しいよ本当に。苦しいけれども、生活の保護の頃がむしゃらにやってた苦しさとはちょっと違うので、要は食えるようになってからの苦しみっていうのが出てきて、そのまあ、あのこの人も言う通りだけどさ、先月稼いでるから大丈夫なんじゃないのっていう感覚、サラリーマンだったらあるかもしれないけど、やっぱりね上に上に進んでいかないとダメなんだよね。あの自分たちでやりたいことやってる人はどん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 前に進んでいかないと展開が詰まっちゃう。今稼げてないかもしれないけど、毎日やることがある、やるべきことがあるっていうのはすごくいい経験だなと思うね。そう、無駄なことは一切ないから今のスケジュールで。はい、わかつ筋肉痛さん、俺筋肉痛だよ、全身筋肉痛。でもね助かるのがね、もう本当に動けなくなるぐらいガッチャガチャだったんだけど昨日は。でもね、あのノリコが1時間マッサージしてくれて、なんとか首と頭は痛いんだけど太ももとか歩けるね今日は。生ポはもうとっくにとっくに、今生活保護はもう全然抜けましたよ。何年前だ、もうどれくらい経つんだろう。今はあの配信でしっかり稼がせてもらってるんで、あの生活保護は受けてないですよ、もうやめました。もうどれくらい経つんだろう、1年半ぐらい経つのかな。だからこの1年半激動だよね。まあ、自分のね生活もそうなんだけど、やっぱりね、例えばそのなんだろう、食っていくことを優先したらダメだと思うんだよね、この生活をやってるんだったら。例えばじゃあ自分の食い物がダメだからっつって企画断ったりとか、そのダンカンさんとかいろんな方々のチャンスっていうのを蹴っていくと、結局部屋の中で雑談してるだけの人でしょってなっちゃうわけじゃん。だから結果未来食えなくなるのはそっちだと思ってんので、今苦しくても先輩とか力ある人に、その無形資産って言うんだけど、現金にならないとしても未来現金を生み出すものに投資をしてる感じね。去年の1月からずっと忙しいよね。捨て頃もそうでしょ、なんで体ボロボロにしてギャラ少ないのに出るのって、話題性があるからだよ。やっぱり頑張ってるねって、頑張ってる人好きなんだよリスナーさんは。頑張ってる人を応援してくれる。でも頑張るのはねもう最低限だから、配信者は。面白い人にどんどん流れていくからね。だから毎回怖いよ、生活保護抜けるとき、仕事辞めるとき、新しいことを始めるときはすごく怖い。誰も助けてくれないわけでしょ。いや、みんなが助けてくれてるからあれだけど、判断を間違えてしまうと自己責任を負わないといけない世界だから、仕事辞めたのお前が決めたんだろうって、生活保護抜けたのお前が決めたんだろうってなるわけですよ。でもね、そういう風に迷った時、前に出そうって踏み出して、何ら間違ってなかったよ、何ら間違ってなかった。富士そばは僕一回も出たことないし、お誘いいただいたことはないんで、出るとか出ないの前の話だと思う。
あ、石川のりゆきさんの考え方は俺知らない。のりゆきさんのリスナーではないから、あの、のりゆきさんの考え方は分かんない。今自分の考えを言ってるだけ。要は、認知度、知名度で、ファンの数が僕の仕事なんですよ。だからできることをやっていって応援してくれる人を募って、でその人たちが食わせてくれてるっていう、ね、あのスポンサーになっていただいてるから食えてるわけだから、どん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 新しい人に知ってもらって、で、ね、ファンになってもらって、で食えるようになっていかないとやっぱりみんな飽きちゃうでしょ、何もやらなかったら。いや、固定給なんか全くないよ。単発のギャラだよ、全部1個の仕事に対してやっぱり単発のギャラなんだけど、俺はギャラで動いてるわけじゃないのね、正直。あの、仕事の内容っていうのは、あの、全部なんて言えばいいのかな、自分がやりたいこととつながってるか、自分に経験になってプラスになることだったら安いギャラでも、極端な話ただのギャラでも受けたことあるもん、うん、俺リスナーは金なんて思ってない、うん、そんなに甘い世界じゃないよ、そんなに甘くない、甘くない。だってお金っていうのはすごく大事なものだから、みんな好きなものを買えるわけでしょ。別に配信者に投げる必要はないわけよ。じゃあなんで俺にその花火投げてくれんのか、アイテム投げてくれんのか、みんな苦しい中でって言ったら、これが必要だからって言ってくれるわけじゃん。和道が作るコンテンツとか和道の生き方を応援したいって言って、あの、みんながカンパをしてくれてるのよ。それで生きてるわけだから、俺が面白いことやらなかったらみんなに対して恩返しができない。俺はね、だから、あの、企画、配信者でリスナーさん還元とかやってるのは還元じゃないと思ってんの。面白いコンテンツ作って面白い経験して、それをみんなにシェアするのが一番の還元だと思ってんのね。非日常を、みんなに届ける。そう。でもそのおかげでさ、その生活保護で精神障害者手帳でアスペで、で中卒でどうしようもないおっさんがこうやってそのダンカンさんとお仕事させていただいたりとか、ボクシングの東洋太平洋2階級制覇のすごい人とね、あのからボクシングを教わったりとか、原田さんと出会ったり、マッハさんとね、会わせていただいたりって、こう光くんのセコンドをね、いろんなその世界で活躍されてる人とこうやって一緒にね、こう同じ舞台でこう共演ができるようになったっていうのはみんなのおかげなんだよ。だから今の生活をこうできるっていうのはリスナーさんが提供してくれたもんなの。このリスナーさんがせっかく自由になれと、好きなことやれと、で、面白いもの見せてくれて、ここに応えたいんだよね、俺は。そう。だから配信者もどん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 頑張っていかない、やれることやっていかないといけないと思ってる。いや、みんながみんな金持ちじゃないよ、うん、配信者だってみんなが金持ちじゃないし、でも貧乏でもやれることはあると思ってるのね。気持ちの部分と行動と時間は割けるわけですよ。お金はないかもしれないけど、時間を使う、気持ちを使う、うん、そういうことはできるでしょ。体を使うとか、だからできることやらないとダメだよね、せっかく時間があるんだから。まあでも結構忙しいけどね、サラリーマンよりも働いてるかっつ、俺アルバイターの時よりも働いてると思うもん。これが仕事なのかどうなのか分かんないけど、忙しいよ。頭使って、体使って、心使って、時間使ってるよ。今日ミーティングだった、バリルボーンさんいらっしゃい。ダンカン職ね、あさって公開かな、今のペースだと。多分なんだけど明日かあさって公開だと思ってください。多分あさって、このままトントン拍子に進めば。ダンカン職ってメリットあるの？それよく言われるんだけど、メリットデメリットで考えてなくて、ダンカン職に関しては、俺はリスナーさんと面白いものを共有できるっていうのが一番だと思ってんの。リスナーさんが笑って面白かったっていう思い出作りだと思ってんの、人生ので。そこにお金があればいいよねっていうことなのよ。生活に困ってるわけじゃないから、そのみんなで笑いを作りたいわけよ、リスナーさんと一緒に。でその時に
ダンカンさんとかアルキタゴーさんとかビートたけしさんとかいろんなこうステップアップが見えてきたとき、配信者がその何十人も集まるっていう機会を作れるっていうのは俺はメリットだと思う、うん、なんでかっていうと笑いが起こる可能性が高いし、みんながこう生活が一笑いあったら俺は勝ちだと思ってるから。だからね、なんだろう、金銭的なことじゃないんだよ、うん、金銭的なことっていうのももちろん大事なことなんだけど、そこだけに行ったら別に働いた方がいいよねって、うん、だったら普通に働いて普通に仕事した方が良くないってなるじゃん。俺ら配信者はやっぱリスナーさんに笑ってもらってなんぼだし、不思議な体験とか貴重な経験してなんぼだと思ってるよ、うん、ここ新宿公園前じゃないよ、まあ、違う、そうそうそう、メリットデメリットで動いてるかっていうと、でも俺はメリットがあると思ってる。何なのかっつったらやっぱりそのプロの芸人さんの喋りを間近で見れてるわけだから、それ以上のメリットはいらないでしょ。財産でしょ。評判なんて別に関係ないよ、うん、ネットに書かれてる掲示板の情報を真に受けても、俺だってその真相知ってるもん全部。だから結局その噂で動いてないの。俺ダンカンさんと直で会ってその話も聞いてるし、真相を知ってるから。だから雑談たぬきに書いてある情報を全部鵜呑みしてるやつバカでしょ。そんなやついないじゃん。まあまあまあ、イメージは別に、ここ綺麗なんだよみんな。神田川から綺麗でしょ。この夜景綺麗だよ。ほら。すごくない？綺麗な夜景で好きなんだよね、こっから見るところが。こう神田川ね、これ。いいでしょ。まあだからリアルで生きられないのも真実だよ。だって俺らがサラリーマンやったところでいい仕事できないもん。時間は守れない、頭は悪い、なんだろう、約束も守れないでしょ。だからいいんだよこれで、うん、人にはそれぞれ役割があるわけだから。こんばんは、みっこさんいらっしゃい。全員が100円出すだけでも積もってすごいパワーになるよね。一人で支えようとするから。そう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 。だからいつも言ってるんだけど、どんなに貧乏な人でも、俺生活保護だったから分かるんだけど、ポケットに100円入ってんだよ。で、100円玉で風船100個買えるわけですよ。バーガー5個とか買えるわけじゃん。で、その1ヶ月に1回バーガー5個を投げるのか、その、缶ジュース飲むのか。うん。でみんながバーガー5個とか風船100個とかを投げてくれたら、このワド、みんなが100円カンパしてくれたら全然余裕で生活できるわけですよ僕らは。それが理想ではあるよね、うん、うん、1ヶ月俺の放送を好きな時に見れるのとね、あと缶ジュース1本どっち価値があるのかっていうのを決めるのはリスナーさんだから。俺は自分からくれって求めないけれども、自分の値段っていうのはみんなから決めてもらうもんだと思ってる。みんなが投げてくれた分、ご祝儀投げてくれた分が俺の価値だから、うん。俺はそういう風に考えてるね。俺の値段を決めるのは、俺はひたすら頑張ってこう映像を回しながら喋って喋って喋って終わりだけど、俺の値段を決める、俺の価値を決めるのはみんなだと思ってる。リスナーさんが決めるもんだと思ってる。だから自分で決めるもんじゃないと思ってるね。初見さんいらっしゃい、楽しんでってください。面白かったらフォローしてね。和道です、よろしくお願いします。あー頭痛い、首がもう曲がんないよね。交通事故だよ、交通事故。っていうか、匿名さん、うん、それはね、まだ分かんない。
例えばね、1月の収入って俺ぶっちゃけの話すると14万だったので、14万ってさ、のりこにご飯もおごれなくて、何回かそのもうご飯代自分で出してくれって怒ったし、もう自分で食ってくのもやっとだったんだよ。で本当に苦しくてちょっと辛かったね。あ、15万かな、15万とかだったのよ。で220時間配信して結構フォロワーも増えていい放送あったんだけど、なかなかそのお金に結びつかなくてちょっと苦しかったけど、でもなんで続けようと思ったかって言ったら、3年間0円で動いてたから。ニコ生時代っていうのはお金にならなくても配信続けてたから、そこは毎日戦ってるよ。アイテムがゼロになったらやめるかどうかじゃなくて、配信続けていくべきなのかとか、それは毎日毎日考えてることだよね。で今日続けてるっていうだけ、今続けてるっていう、そんな毎日毎朝配信中にも考えるよ。俺向いてないのかなとか、やめた方がいいのかなとか、分かんないよいつやめるかは。毎日そのプレッシャー戦いながらやってんだもん。 YouTube やった方がいいのか、働いた方がいいのかとか、いろんな選択肢があるけど、でも好きだからやめらんないのよ。風船ありがとう。いや迷うよ、迷うけどでもやるんだよっていう精神だな。バカみたいだろう、稼げねえだろうって、将来何にもなんねえだろうって、でもやるんだよっていう、好きだから。そうやって言い聞かせて毎日やってる、好きなことをやる。配信が嫌いになった時がやめる時なんじゃないのかな。そんな感じかな今のところ。これしかないからね俺には、今のところその自分が自分らしくいれる環境っていうのは俺は配信以外に持ってないから、配信しかないよ。配信以外に大切なものができたら、家族とかさ、子供とか結婚とかだったらやめるのが俺は当然だと思うけど、いや好きだね。だってこの5年間3日間休んだことないのよ。1ヶ月に4回しか休んでないのね。で2日連続休んだ日がたまーに年に1回あるかないかで、配信で言ったら3日連続休んだことないもん。でもリスクなのか安定なのかっていうか、好きか嫌いかだけで生きてきたねここまで。だから楽しいんだもん、こうやって毎日毎日たくさんの人に見てもらってさ、アドバイスもらって、いろんなチャンスもらって、いろんな人と出会ってね、面白いじゃん人生一回なわけだから。俺はできることならね続けたいとは思ってるよ。このままどん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 ステップアップしていきたいね。まあでも不安は消えないんじゃないの、一生涯続くんじゃないかなこの仕事やってる限り。そうそう、好きか嫌いかだけで生きてる、やるべきことは好きなことっていう。結構まあまあまあ結構やってみると大変だよ。じゃあ、僕今家に着いたんでパソコンから配信したいと思います。お疲れ様です。自宅に着きました。お疲れ様、次枠行きます。